いらっしゃいませ。ルーク堂へようこそ。ルーク堂店長のルークとバイトリーダーのアキリです。お待ちしておりました。今日は外で皆さんにいいものを紹介したいと思います。今回紹介する商品はこちら、レーザーサクセスオリジナル感動光です。昔のものは銅製で熱伝導が良く機能的でしたが、銅が腐食するので現在ではステンレス製のものになっているものがあります。それがこれ、炭を燃やす炉の部分と、とっくりや酒缶を入れる部分に分かれています。内部に満たされた水が炭の熱を受けてお湯となり、循環することでお酒を温めることができます。その熱電源部分を使って酒のあてを炙りながら、ここでお酒を飲むことができるものです。それがいいところ。それでは早速使ってみましょう。ロゴスのミニラウンドストーブ6っていうのがあるんですけど、それをこのもうこの部分に1個入れています。そこに、ごめんなさい、そこにもう火をつけたいと思います。火をつけます。お湯が温まってきたので、そろそろお酒の缶をしたいと思います。今日は高知県のお酒の、水芸っていうお酒を飲みたいと思います。この日を私はどんなに楽しみにしていたか。さて、お酒が温まるまでもうしばらくお待ちください。その間にお酒が温まるまでにイカや丸干しの炙りをしたいと思います。副店長こんにちは、僕今から炙られるんだよ。しばらくお待ちください。イカが生きてるかもしれません。動いてます。あーすごい、イカが熱い言うてます。ひっくり返そうっと。こらーいかん、わっいかん。ちぎれません。焼けてきました。注意です。じゃあそろそろお酒の缶も出来上がってきた様子です。ここからはアキリのエンジョイタイム
お酒をいただきたいと思います。飲みます。このお湯のところにまた返せるとこがいいですね。それでは乾杯。おいしい。ルーク店長、おいしいよ。おっと、イカも食べたいと思います。おいしい。もうなんかこの直接炙って食べれるっていうところが最高ですね。もう一杯。こういうね、時間は最高ですよね。男同士だと熱く仕事のことやいろんなことを語り合ったり、女性同士だと恋バナをしたり、もうこの感動香はとってもいい商品だと私は思います。やっぱりお酒は最高ですね。お酒はぬるめの勘がいい、魚はぶったイカでいい、女はあきりみたいな人がいい、明かりはぼんやりともりゃいい。飲もう。価値観は体も温まるし、歌を歌っても合ってるし、最高です。はい、ルーク店長。今回はレーザーサクセスオリジナル感動香を紹介させていただきました。アウトドアだけではなく、被災した時にも暖を取れるとても良い商品です。感動香という通り、感動して幸せになれる商品です。皆さんぜひ使ってみてください。チャンネル登録お願いします。高評価もよろしくお願いします。またねー。今日の短歌、水穂先生乾杯。乾杯。キャンプって不便なことをするんやね。そんなん昭和の暮らしやないの。そんなん昭和の暮らしやないの。いよー。ともりゃいい、チャッチャラ、さっきより下手やね。